あ、死ぬほど当たんなかった。やばい。あー、飛べ。あー、全然ショート。あー、あー、止まれ止まれ。あれ。あー、ダメだ。どうもどうも。ちくしょう。今、ライン初乗ったかと思ったけどな。またすごいとこにあるね、これ。お、うまっ！うまっ！ナイス！イエーイ！ナイスパーだね。さあ、日本シャフトさんの、はい、レジオフォーミュラシリーズ、はい、人気クラブに何が合うのっていう企画、はい、前回からね好評出てますが、はい、今回のヘッドはこちらでございます。シム2マックスですね。こちらの方を今日は3種類で検証をしてみたいんですが、はいはい、こちらですね。こちらですね。はい、栗原さん、シム2マックス、はい、印象どんなクラブですか？やっぱりですね、テラメドさんのヘッドの中では、重心の深い印象がありますね。ですので、どちらかというと球の上がりやすいこの M プラスよりかは MB プラスか B プラスっていうのが相性がいいんではないかなというふうに思っております。わかりました、はい、じゃあ早速下の方にレッツゴー。それではまず最初レジオフォーミュラ MB プラスでシム2マックスを打ってみたいと思います。おー強いな球。あーいい球ですね。ちょっと軽いフェードボール、弾道的には、まあ、ロフト 10.5 度の割には少し低めに出る感じですが、強く押してくれる印象があって、やはり MB プラスさすがだなという印象ですね。さあ続きましては B プラスです。色的には一番合いそうですよね。行ってみましょうか。お、なんか挙動が安定する感じ。芯に当てやすそう。おお、やっぱ強いな球ね。やっぱり MB プラスよりも気持ちボールちょっと上がりやすい感じにはなりましたね。完成モーメントの高い、ドライバーを、まあ、挙動を維持するっていうことで言うと、さらに完成モーメントを高める先端の強さっていうのが、隠されてる感じがして非常にいいです。さあ続きましてはこちらでございます。レジオフォーミュラ M プラスですね。私が普段使っているシャフトでございます。打ってみましょう。おー、やっぱ一番上がるな。あー、球の高さはやっぱり差は顕著に出ますね。レジオフォーミュラ M プラスの方が一番高場の高さが出ました。やっぱ先端のしなり感でしょうね。なんか今まで打ったドライバーの中で、シャフトによる高さの影響ってのが一番顕著に出るドライバーのような感じがします。これちょっとシャフト選び大事なクラブですね。噛んじゃったかな、飛べ。あー噛んじゃったね。焦って打つとろくなことないね。チップインしたね、チップイン。見たいですね。うん。ロケーション的にはいいね。
わー、いやーダメかー、惜しい、ダメでした。今日はバーディー取れないね。ああ、ナイス。オッケーだったね。この距離は僕はオッケーの距離です。さあ、というわけで3種類打ち分けてみました。はい、なんですけれども、はい、今回ですね、やっぱり一つ、うん、まあ、明確な理由があるかなって実は思っていて、うん、SIM2 MAX っていうのは、はい、重心が、まあ、テーラーメイドさんのクラブの中では深い、そうですね、モデルなんですね。はい、あとシャフトの延長線上から、うん、まあ、遠いところに重心があるモデルっていうふうにも言えるわけですよ。でその時に、ボールが上がらない人は先が動いてくれた方がちょっとお尻が落ちるし、うん、ボールが上がっていいのかもしれないんですけど、はい、このやっぱシムのやっぱり良さって球をこういかに強く押してくれるかってところだと思うので、うん、そうなるとやっぱり先端硬いっていうのはまずもう一つ外せないのかなっていうふうに思います。だからもう重心がふらつかないように先をしっかり固める、はい、でかつ、B ですと中間が柔らかい、うん、MB だと手元が柔らかいとなるんですが、はい、うん、ということは硬いところが長いのは先端から見た時に、うん、長いのは MB プラスなんですよね。そうですね、うん、はい、なんで、MB プラスが、うん、私には、一番合うと思うし、うん、この、SIM2 MAX に特に相性がいいのはこのレジオフォーミュラ MB プラスがおすすめかなというふうに思います、はい、そうだ、ライブ配信の時もこれだったの。そう、あのね、ゴルフフェアでライブ配信やった時も3種類打ち比べていただいてこれだったんですよ。あ、そっか、そう、必然か。だからね、あの時に答えは出てたんですけど、うん、ただやっぱり屋内で打つのと、うん、やっぱりコースでこういう景色を前にして打つのってやっぱり多少変わってくるかなっていうのは思ってたんですけど、うん、結果変わらずでしたね。ね、まあやっぱり相性がいい、バランスがいい組み合わせになると芯にも当てやすくなるから、うん、そうですね、その辺が相性の良さとつながるんじゃないかなと思います。はい、はい、